い、皆さんこんにちは、バネルルビシです。では今回は提督の決断法バーブキット、プレイをやっていきたいと思います。前回はですね、ジャワ島を攻略してですね、英米の、太平洋における、その勢力圏を後退させることに成功したんですが、今後の攻略目標としてはやっぱりこのパラオ沖を攻略してですね、防衛ラインを小笠原パラオということで形成していきたいと思っています。ただこのパラオ、アメリカ軍の精鋭の艦隊が入っているということで、中身ちょっと見ておくとですね、スパイを送り込んだ結果、まずはフレッチャー中将を率いる第一艦隊、これは戦艦が2隻、さらに護衛空母が4隻ですね。そして第三艦隊、ここも戦艦が2隻、さらに正規空母 SX ハンコック、バターンは護衛空母になってますね。第4艦隊、ここがね、かなり厳しくて、正規空母は4隻入っています。で、第9艦隊、ここが正規空母2隻、フル構成と言っていいですね。で、第13艦隊、ここはね、ある程度ダメージを与えているんですが、とは言ってもですね、無傷の戦艦3隻。で、第14艦隊が正規空母2隻、レンドバニロイ入っている艦隊。艦隊規模で言うと6個艦隊入っているという、このパラオ沖を攻略するのはね、かなり骨が折れそうです。マリアナ沖ですね。ここにも敵の艦隊入ってるんですが、割と小規模な艦隊になってはいます。なので、パラオ沖をなんとか取りに行きたいんですが、味方の艦隊戦力はというと、まずレイテに第14艦隊。これは逃げ回り用の駆逐艦3隻が入っています。で、セレベス。ここがですね、主力艦隊入ってるんですけども、どうあっても航空機の数が足りなくて、第1艦隊。ここ井上さん率いる正規空母超加賀。ここに152機艦載機搭載しています。で、第2艦隊。ここはね、重武装の航続艦を配備しているんですが、ちょっと敵とまともにぶつかるのは難しいかなというところですね。第3艦隊は割と艦隊は充実しています。で、第5艦隊の方は洋上基地型空母用意してるんですけども、艦載機がなしというところですね。なので、まずは潜水艦を送り込んで敵の艦隊戦力を削る。これをね、ちょっと地道にやっていきたいと思っています。では、時間を進めましょう。今、実は潜水艦という意味では、建造を開始しているものがいくつかあるので、これに合わせて、さらに潜水艦、しかも特攻型の潜水艦ですね。これを数を用意していきましょう。で、この特攻型の潜水艦、まさにその名の通り、パラオ沖へ特攻してもらって、敵の艦隊戦力、これがある程度削れたねと、いう判断ができたら、そのタイミングで、井上さんの超加賀を投入するというのを、展開としては、考えています。で、そのためにはね、この帝国攻防の行く末を決める一戦となるパラオ沖の海戦の前哨戦として、特攻型の潜水艦、乗組員の人たちには申し訳ないんですが、特攻型の潜水艦に乗って、その名の通り、特攻をバチッと決めてもらいましょう。で、あとは航空機ですね。これも作っておきます。コメントの方で、雷撃機、つまり魚雷を持っているものって割合として少なくないですかというコメントをいただいてるんですけども、残念ながらですね、今、雷撃機を用意する余裕がなくて、敵の基地攻撃と敵の、艦隊攻撃、両方できる爆撃機を中心に、作っていこうと思っています。雷撃機だとどうしても敵基地攻撃に対して少し弱い部分があるというのと、なんといっても航続距離の問題ですね。アウトレンジ攻撃を前提としているので、魚雷攻撃をする距離の短い、航続距離の短い雷撃機ではなく、長距離爆撃を中心に考えています。では、この長距離爆撃機をまた用意しておきましょう。生産的16機だけか。もうちょっと数欲しいよな。欲を言えばとかそういうレベルではなく、普通に欲しい。
ではちょっと艦隊の再編をしておきましょう。第6艦隊と第3艦隊、これガッチャンコしちゃいましょうか。違う違う。第2艦隊と第6艦隊ですね。ごめんなさい。ちょっとやり直します。まあ、防空艦ばっかりにはなっているので、まあ、この防空艦をどこまで有効活用する局面が来るのかというのはちょっと謎ではありますけどね。で、あとは第5艦隊と第7艦隊ですね。ここも正規空母、洋上基地型の空母になりますが、これが溢れちゃっているので、これをひとまとめにしておきましょう。まあ、ただ残念ながら、この洋上要塞型空母に乗せる艦載機が決定的に欠如しているという状況ですね。ああ、そうか、防空艦があるんだったら第7艦隊と第2艦隊合わせちゃって、まあ、確かに乗せるものはない。まあ、それは事実なんですけども、空母をちょっと移乗させておきましょう。これでどうだ？防空艦は残しておいて、高速艦は高速艦で引き抜きましょうか。こんなところでどうですか？防空艦に守られた洋上要塞、あるいは洋上基地型の空母4隻。これにね、艦載機が満載すれば勝てる。そう言えるんですけどね。残念ながら艦載機がない。苦しい状況。ちょっとセーブだけすいません。こまめにね、入れさせていただきます。ここで潜水艦が完成しているのと、あと重武装の重巡も完成してますね。これをちょっと配備していきましょうか。バラ沖。敵の艦隊の数変わらず。そろそろ一度陽動をかけておきたいところですが、ここは新しく艦隊を編成しましょう。新規編成ですね。で、第15艦隊。これを完全なる潜水艦特化型の艦隊としましょう。特攻型の潜水艦。で、あと、先ほど、ご覧いただいた作りかけのものもあるので、それの作りかけが終わるのを待って、配備を進めていきます。さらに、どうだろう。超過に艦載機乗せましょうか。ん？艦載機150機満載してるね。だったら、飛龍の方に艦載機を乗せる。護衛機が爆撃機にならざるを得ないという時点でも悲しすぎるからな。これか、ただ、150機搭載可能なこの空母に 艦載機を満載するのはいつの日になるんだろうかという部分があるよね。いや、なかなか厳しいな。パラオさえ取れればだいぶ楽になるんですけどね。そしたら艦隊を移動させます。第15艦隊。これをパラオ沖へ2周後に入りますね。そのタイミングで、じゃあ我が方の艦隊も突入をかけましょう。セレベス海に敵が進軍。敵3個艦隊。味方は、いや、ここで潜水艦の戦力使うのか。いや、ここで潜水艦使いたくなかったけど、しょうがないよな。ちょっとまず敵の様子を見ましょうというのと、特に味方の方は、基地はあるものの、基地に一切の、そう、一切の航空機がないので、まあ、ここは様子を見ましょうとしか言えないですね。一旦委任して敵の動きを見ます。
まあ、この高速艦隊をうまく使って、敵をねちょっとでも数沈めておきましょう。返す刀で一気にバラ沖を取る、まあ、そういう戦略になります。そろそろ敵発見の報告あっても良さそうなもんですよね。確実にマップの右側、東側から敵が侵攻してくるのは間違いないので、しかも3個艦隊、雨が降ってるうちに敵の空母を沈めたい。速度40ノットで今航行中です。さあ、敵艦発見。敵は？ちょっとこれだけだとわからないな。ただ、必ず空母がいる。空母を確実に仕留めよう。空母を発見。雨が止んでしまった。このタイミングで雨止みか。さあ、敵の空母を仕留めるぞ。ここまでは割と順調に来てるね。ちょっと速度が出ないものがいるな。ただこれ切り離すと艦隊戦力が落ちるので、このまま行こう。敵の空撃隊が出てるね。どこにいる？味方のダメージを最小限にしないと意味がないからね。敵を退けたとしても。こっちにも敵の艦隊がいるな。敵の艦隊がいる。しかも大規模な爆撃隊が来るな。ただ敵の位置からこっちの辺りにいるのは間違いない。向かいましょう。敵の空母を仕留められないんだな。ちょっと距離が足りてないね。こっちにいる戦艦部隊は一度無視しましょう。南にいるであろう敵の空母を狙う。もう一回雨欲しいね。ここで雨。まあ、ただこの正規空母レイテはもう、完全に甲板は壊してるので無力化はできてますね。となれば、この辺りにいるであろう敵の空母。狙いを敵の空母に変えましょう。
戦艦がいるんだな。戦艦と撃ち合うのは馬鹿げてるからね。戦艦は潜水艦に任せて、こちらの高速従順は敵の空母を狙いましょう。よし、敵の空母を発見した。速度が出ないものがいるな。ちょっと切り離すしかないな。ここは。速度が出ない人は切り離さざるを得ないので、ちょっと速度が出ない人を探していきましょう。35は出てほしいからね、速度ね。よし、では残った。35ノット出る艦隊で敵の空母を追跡します。よし、恵みの雨だ。逃がすなよ。ここは絶対に逃がしたくないからね。足の遅い空母だったら追いつける。よし、敵の空母を仕留める好機。一気に殲滅する。これは大勝利だな、ここまでは。あとは敵の戦艦部隊だよね。マップの上の方にいた敵の戦艦部隊を仕留められるかどうかかな。よし、ほぼ一掃したぞ。あとはここにいる敵の戦艦部隊だな。この戦艦部隊とうまく回敵できれば、これも一気に殲滅していく。まあ、高速艦ならではのね、まあ、力というものをしっかり見せていきましょう。18ノットしか出ないやつがいるな。足の遅い者は離脱してもらう。沈没したか。ただここにいるのは間違いないからね。味方の損害も激しいけど、敵の空母をね、
バッタバッタと落としたので、次のターンで、あるいは超カガを投入すれば、敵の艦隊を殲滅することができるかもしれないですね。次のターンはちょっと厳しいかな。次の次のターン。2ターン後に、完成した潜水艦がやってくるので、その潜水艦を前衛としてつけて、超カガを投入してパラオ沖の攻略を行っていきましょう。いやー、本当に航空戦力がもう少しあれば、だいぶ楽に戦えるんですけどね。まあ、ただ設計思想であった特攻型の潜水艦と高速の、打撃艦隊。まあ、ここまではうまくはまってくれてますよね。目標に。さあ、敵の艦隊はどこにいる？あるいは撤退する可能性もあるからね。だいぶ傷ついたんで。撤退するにしてもダメージを与えて艦隊として離脱させる必要があるからね。未だに発見できていない敵は撤退しましたね。では戦果を確認していきましょう。まずアメリカ軍の方ですが、第3艦隊、これを完全に、無力化することに成功しています。正規空母 SX ハンコック、これを撃沈。さらに護衛空母バターンも撃沈。第4艦隊からは正規空母3隻、2隻撃沈してますね。さらに正規空母2隻を大破。第13艦隊、ここだけ、ちょっと残ってしまったかなという感じはしますが、ここは戦艦部隊でしたね。味方の方は潜水艦が合計6隻撃沈されています。さらに第3艦隊から従順が2隻、軽巡が1隻。第7艦隊からクルーザー、まあ軽巡ですね。これ2隻撃沈ということで、まあ、戦果は我々の方があったんじゃないかなというふうには思います。さらに敵の航空戦力もね、ズタズタにできた。まあ、全く痛くも痒くもないとは思うんですが、ダメージを与えることができましたというところですね。重武装が完成して、潜水艦も完成。OK だ。ちなみに、マリアナ沖は？そうだよね。敵の方は第1艦隊。第9。第13。第14。いやー、もう一旦あればなーっていう感じだな。一度トラック沖に敵はきっと撤退すると思うので、敵の艦隊規模が減ったところに、こちらが、総力戦を仕掛けるというのが良さそうですかね。第15艦隊、これ潜水艦隊ですね。潜水艦隊は一度ここ、レイテで止めおきましょう。はい。というわけで、じゃあ今回はここまでにさせていただいてですね、次回、パラオ沖、ここを行っていきたいと思います。まあ、今の本当に艦隊戦は、艦隊はね、ダメージを受けました。確かに。艦隊のダメージは受けたんですが、それ以上に得るものもあったと思うので、一度、このセレベス海から主力艦隊、まあ、第一艦隊になりますが、この第一艦隊を投入してみましょう。というわけで、じゃあ今回はね、ここまでにさせていただきたいと思います。はい。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方は、チャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますので、ぜひよろしくお願いいたします。また、動画の解説欄に Twitter のリンクも貼ってありますので、ぜひ Twitter のフォローもよろしくお願いいたします。